こんばんは、若松宗男チャンネルでございます。なかなか毎日コロナの感染者が多くて困りましたね。まあ、いろんなね意見がありますのでね、まあ注意しながらやっていきたいと思いますけれども、まあ一番困るのはその経済活動がね制限されるっていうところが一番大変ですよね。やっぱりいろんなねやっぱりこうイベントがまたこのところね中止になってきちゃったりしてますのでね、せっかくね少し広がってきて元気出てきたなと思っておりましたところですのでね、まあでもねあんまりその重症化がしないとかっていう話も聞いておりますので、まあ油断はできないですけれども注意しながらなんか まあ経済活動がねあんまり制限されなければいいなと思っております。まあ、イベントとかはねそういうことなんですけど、あとねこう私のところでまあ、CD を制作して発売したいというそういう方がねこのところ、おかげさんでね、なんか多くなってきております。まあ毎月ねやっぱり2人くらい、いればいいなとは思ってるんですけれども、まあ結構ばらつきがあってね、でもこのところね、まだ今1月ですけれども、まあ2月、3月、4月、ここの3ヶ月くらいでね、5人くらい作りたいという方が出てきておりますのでね、なかなか、まあ、今年のスタートから、ね、この、オミクロン株で苦戦はしてますけれども、まあ、CD 制作の方は、なんか非常に、いい具合でございます。やっぱりね私なんかもずっとプロデューサー長くやってきてますのでね、やっぱり一番のこのなんていうのかなこう得て増えてってあるんだけども、まあ得てのところはやっぱり作品作りだね。これはでも本当に楽しいですよね。やっぱり詩をどうするか曲をどうするかアレンジどうするか、それからあとねこの歌う方のいろんな個性にね、を生かしながら作品作りっていうのをしていかなくちゃならないから、まあでもそういうところが一番のなんかこの醍醐味ですね。まあこのところおかげさんでね、制作するって方が多くなってきてますので、その点は非常に、張り切っております。ただねやっぱりCD を作って発売して今度それをね皆さんに聴いていただく、それからまあねいろんなイベントで、見て聴いていただくというそういう場がないとねこれまた良くないんでね、まあ、早くですねまたそういう場が、徐々に増えてくればいいなというふうに思ったりしております。まあ、いろいろと、考えながらやっていかないと難しい時代になってきちゃったなと思ってますのでね、まあとにかくまあでもいろいろ考えるのもねまあ大好きですのでね、まあそういうことで、施策を、思い巡らせながらやっていきたいと思っております。ありがとうございます。